皆さんこんにちは。 SRNKD 略して SND 知らんけどの時間です。ありがとうございます。またまた今回も同じくキクナイフのご紹介になります。好きやね、キクナイフ。今日は開封動画からいきたいなと。今届いたところです。中身の方は、前々からちょっと気になってた、ナイフになります。それではご覧ください。これはシリコンですね。今日はね、商品名がモデル名ですね。モデルの名前がバックアップネオ。バックアップネオという商品名になります。モデル名バックアップネオで、鋼材は OU31 ですね。で、ハンドルの部分は、ブラックキャンパスのマイカルタになります。シースの方は、カイダックのシース、こちらの方ですね。もうこれもシースも素晴らしいですよね。このブレードに合わせて作られてるんですよね。ね、なので落ちないです。こう振っても落ちない。で、まあまあちょっと見ましょうか。いいですね。いい、最高ですよね。このブレードの厚みといい、約6ミリあります。で、こちらの方のネーミングの方もですね、キクさんのマークが入ってます。 OU31 のキクさんのマークですね。いいですよね。で、ここでキュッと締まればもう落ちないような感じですね。もういつもながらのこの握り具合といい、手の収まりといい、最高ですね。で、このモデルに関しては、キクさんの、技というか、グラインドの、技術というのがすごく詰まってるモデルになってると私は思います。まずキクさんといえば、キクナイフといえばハマグリーバーになります。で、この6ミリ厚から作り出されるこのハマグリの先端ですね。ここの部分で、ここで物は切り裂いたりとか、すごく威力発揮します。で、ここからのリカーブというんですかね、ホローグラインドっていうんですか、知らんけど、こちらのここの部分ですね、ここの部分が
わかります？ここからハマグリ場が来て、でここでえぐれてるんですよね。リカーブしてます。えぐれてるんですよね。でなおかつえぐれて、ここの歯は内側に削られてるんですよね。すごいでしょこの技術。これ人間当然なんですけど、人である、松田菊夫さんっていう方がこれ削られるんですよね。これ機械で削ってるんじゃないんですよね。すごいでしょ。本当にもうこれも工芸品ですよ。これはほんまに持ってて価値のあるナイフやと思います。収まりでの収まりにもすごくいいですし、でまあここまでちょっと小さいというか、まあこう中ぐらいになるんですかね。キクさんのナイフの中では中グレードかな。まあチョッピングとかこう叩き物を叩くとか、枝とか木とかですね、薪とかいうのはちょっとなかなかしんどいかもしれないですけど、まあ6ミリもあるんでね、ここのハマグリ刃を利用すれば、まあ薪割りはできるとは思います。でまあここに関してはここのホローの刃ですね、ホローグラインドに関しては、まあ、細かい、作業ですね、フェザースティックとかそういったものを作るときにはここで十分いけますよね。なのでキャンプとかそういったところにもまあ十分適してるナイフかなと思います。で当然まあ、量とかその辺はちょっとまあわからないです、知らんけど、まあ十分使えるとは思うんですけども、そのあたりはまあ使い勝手は、試したこともないんで僕はわからないですけども、そのあたりももう十分こなせるんじゃないかなとは思います。すごいですよね。大変満足です。まあいつもなんですけど、キクさんのナイフは、所有欲っていうんですかね、そういう欲を満たしてくれる、ものばかりですね。今回もこのバックアップネオ、バックアップネオというモデルも所有欲を十分満たしてくれるナイフの一つですね。まあこのバックアップネオの、元の形っていうのがあったみたいで、それが、バックアップストリームというのがよく似た、まあブレードのデータやったらしいんですけど、これが、まあ、作る段階で、結構人気があったらしくて、バックアップシリーズというのがね。で、ほんで、これはアメリカとか欧米とかでも結構人気が高くて、で、まあ、バックアップシリーズというのがいろいろと出てます。バックアップ、ネオ、これですね。でバックアップゼロ、バックアップミニとかいろいろあるんですが、まあ形はこのブラインドの、コンバインドっていうんですかね、知らんけど、こちらの、ハマグリ刃と、ホローブラインブラインドですね、リカーブしている、これが、ギュッと凝縮されたブレードになります。
で、まあ、そのバックアップストリームという、ブランクデータというのが消滅したみたいで、消滅してて、ほんで新たに、1ランク2ランクをもうアップさせた、アップグレードの、もので登場したというのがこのナイフですね。バックアップネオになるらしいんですね。知らんけど。で、まあ、先ほども言いましたけども、こちらのブレードアーツは6ミリ約6ミリあります。ちょっと測ってみましょうか。ここで 6.1 ですね。6で前に行くと、先に行くと 5.6 とかになりますね。でここの元は、6.2 ぐらい、 6.2 ぐらいですね。 6.2で、ここの元ですね、元はというと 6.3 ぐらいはありますね。で、長さですね。長さはどれぐらいかというと、約ですよ、約なんですが、ここは20センチで、ここが、47点ちょっとぐらい、47.3 ぐらいですかね。なので27センチちょっとですね、27センチちょっとあります。それでちょっと選挙中なんで選挙カーが通りましたけども、で、ブレードですね。ごめんなさい。ブレードの長さは15センチ、15センチですね。15センチあります。なので、十分、大きな作業から小さな作業までこなせるナイフかなとは思います。いいですね、非常に。ここでちょっとこうね、削りを入れてるとこなんかがすごくにくいですよね。最高です。今日はまたまたキックナイフバックアップネオの紹介になりました。また新しいナイフの紹介またさせてもらいます。ありがとうございます。それじゃ、知らんけど。